水劇じゃなくてなんて言うんだっけ、造園か、造園のガーゴイルが地味に嫌だな。山越えてくるっていうのかな。さあビグルが来るけど痛いな。おお、でもかわした。おお、反撃で当てた。ロス頑張るね。さあガーゴイルもちょこちょこ動いてくるぞ。ぼちぼち射程に入るか。鉄槍、手槍か。ん？ちょっと待って、みんな範囲に入ってるやん、この辺。完全に挟まれている。ちょっと待って、こんな状態で、他の奴ら釣っちゃダメだよな。ロスを下げつつ、回復して、とかかな。じゃあ、ネイミーを一旦、この、村訪問にお願いしておく？友人様に守られし、この山に魔物が出るなんて、一体何が起ころうとしているのでしょう。この杖ならあなた方守、なんだこれ。魔から守る杖。マジックシールド。まあ確かに魔からだけど、魔物から身を守るにはちょっと無理があるやな。魔法だもんな。防御を上げる杖ってそういえばあんのかな。聞いたことないけど。ギリアムかな。ギリアム総受けで行く？ギリアム総受け、残り、サレフたちとか。で、どうにかするつもりで行こうか。まあ、何はともあれ、テティスはさっさと前出さないとな。範囲内にまだいるからね。しかし、アクスバスター混ざってんだよな、左に。そいつにだけは気をつけないとロスも危ないよな。でも、まあ、でもこの位置で射程範囲になっちゃうか。じゃあ、まずサレフで釣るか。サレフじゃなくて、ギリエムさんで釣るか。で、この民家範囲外だから、アスレイで訪問しておく？仲間だ。そうですよ。自伝の魔法でやっつけちゃうからいいでしょ。どうぞお願いします。エナジーリング、おお、いいね。ルーテに使おう。そして弱え。あ、この子も見習い、最下給食か。おお、ロスと同じタイプなんだね。じゃあこの子も成長率いいのかな。ちょっと期待しちゃうね。でもどこで育てればいいんだ。やっぱマップで育てた方がいいのかな。でもこの地形で戦うの嫌だな。でも他の敵までいっぺんにするとそれはそれで困るよな。でもどっちにしろ上に逃げられないとそれもそれで嫌だよな。悩ましおすの。命中75。これエイリークだったら、あ、エイリークだったらというか剣だったら別に痛くないんじゃないかな。ナターシャいるしな。一旦エイリックで釣ろうか。めん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 。さあ来い。ギリアムさんのかっこよさに震えるがいい。やめてくれ、俺が震えるよ。オーサドゥークはギリアム一人で壁にできるからいいんだけど。まあ25%当たらん。よいしょ。さあ回避盾がうまく機能してくれたところで、さあ最初の一人は早速来たね。ギリエマさん必殺出していいんだよ。ダメか。まあそもそも追撃出ないしな。ちょっと待ってくれ。これは上を釣ったの云々よりもこいつらがまずくないか。これまとめて処理できないよな。あ
れ、ちょっとあなたやっちゃっちゃ感ある？とりあえずティティスがやられないようにだけは気をつけろ。アスレイさんはこいつらの攻撃受けらんないよな。追撃来ないとはいえ、一発の火力が16、無理だな。一応こっちは相手できるのか。じゃあまずこっちは倒すけど、アクスバスターって特攻ではないよな。特攻だとまずいけど。ちなみにサルフさん守備9あるんでしょう。それだったらもうこの人倒してくれていいんじゃないか。でこいつらの射程から全員逃げればギリアムさんと彼らとの一騎打ちが始まると、そういう試合展開でいいんじゃないかな。じゃあ鉄の槍装備でここ待機して、でサレフさんはまあお助けキャラだし、せっかくだからこういうところで助けてもらわなくちゃね。無駄にサンダーにしてみたよ。必殺をちょっと期待してたけど、まあそこは簡単には出さずといったところで。でもこのメンツだったらサルフをわざわざ狙いには来ないでしょう。ああでも一番守備もろいのはサルフか。わかんないな。さてでも上に逃げる余裕はそこまでなくはないでしょう。エイリークは狙われるとまずいからちょっと考えた方がいいかもしれんが、この辺の槍をうまく逃がせれば問題ないんじゃないかな。そしてこのホースキラーの範囲も要注意。フランツがワンパンでやられるなんてことになったら本格的にシャレにならないんで、そこはどうにかしろ。とりあえずこの3人だけが狙われるようにこの3体のジェットストリームガーゴイルたちの範囲からみんな離れれば問題ないわけだ。じゃあルーテでこっちを斜めから倒す。またルーテかよと思うけど、さすがにここは射程1、2で倒したかったんだけど、近くにいたのがルーテしかいなかったんだな。これで少なくともルーテは射程範囲外に逃れることができた。これで位置は OK だな。で、ユアンとかがいるけど、斜め。移動6、1、2、3、4、5、6。で、攻撃範囲ここまでだから、この斜めラインを逃れれば、いいわけだな。で、こっちホースキラーで、1、2はこいつか。手槍がいる。あれ、届くじゃん。届いてるー。届いてルーテ。いやでもルーテもう手槍一発だったら全然問題ないはずだから、ちょっと村付近にみんな逃げ込むか。ホースキラーもいるしな。で逃げ切れないエイリークたちは上に行くと、その流れにしよっかな。まあこいつは移動力あるけどどうせ動かないでしょう。あれでも魔物で敵全滅だよな。動かないとは完全には言い切れない。今射程に入ったばっかりとかだとちょっとわからないな。じゃあ一旦中に入れ込みましょうか。ルーテの斜め範囲までは入る可能性があるので、コーマは上かな。ちょっとネイミーと分断されてるのはあまりよろしくないけど、これで射程から全員逃げられたはず。あとはこの3人に6体お相手してもらうというとんでもない荒技が始まるわけだけれど、じゃあアスレイさん次頑張ってもらうためにちょっと前に出しておくか。お願い。さあこいつらの運命やいかに。結構食らう。いやでもリリアム様のその硬さだったら十分。あれ追撃来ないのか。すごいな、守備隊形でもあんのか。おお、ロスクに来るね。
フォースキラーは効かん。鋼で一発、追撃は出ない。でも程よく削ってくれているという認識で間違いないでしょう。さあ 100% だけどダメージはゼロ。追撃が出ても怖くもなんともない。おお、ギリアムさんが壁としての機能をしっかりと果たしてくれている。手槍もかわしていく。さあこれガーゴイルさえ、うえ、ちょっと待ってくれ、なんでこんなガーゴイルばっかり増援で来るんだ。嫌がらせすぎるな。ただ特攻はないからそう困りはしないと思いたいけど、これガーゴイル一撃で倒せないのか、やだな。ちょっと無茶できなくはないんだけど、それは周りを完全に倒してから言えることだよな。手やりか。例えばロスでテオノを使ってこっちを狙う、一撃で倒せるのか。そうだな、うん、行ってみるか。5ダメージでしょう。こっちまず削り当たる。これはまあ食らってもどちらでもいい。でギリアムは壁として OK で、ロスはテオノで下を狙います。これでガーゴイル1体処理、レベルアップ。残りの2体も魔導士でどうにか釣り倒そう。しかしロスは速さ伸びないな。こんなもんか。そして下のモーサドゥークはギリアムの壁を突破できないはずだから、ガーゴイルさえ突破すればユアンが前に出てもそんなに怖くはないはず。でこれ外したらお師匠様に尻拭いしてもらう。いやー、おお、拙いモーション かわいいな。おお、まあいきなりガーゴイルなんて倒したらそれは経験値もバックもらいでしょうよ。でライトニング、おい 100%2 回これ当たるね。問題は 41% だけど、まあ当たっても死にはしないな。アスレイさんでこっち倒す。これで経験値をみんなに程よく振りながらみんなの危機を脱出するという完璧な流れですよね。よし、であとは上から来るやつもちょっと気にかけておきたいけど、どっちに来るかな。下に来るかな。まあだとに考えれば、じゃあサレフさんを今度は前に出すかな。あとはフランツとネイミーかな。できれば広いところで釣り出したいんだけどな、なかなか決まらんもんだな。そして右上にもいるんだよな、ガゴイル。あとボスは動かないみたいだな。それなら怖くはないでしょう。こちらからこのスケルトンを釣り出す範囲に入らなければ上3体は動かないと見て良いだろう。ならば広い方に展開していっても問題ないかな。ナターシャも下げて、ちょっとルーテ削られてるし、テティスで踊ってルーテの回復をナターシャにお願いしよっかな。その流れでいこう。じゃああとはギリアムさんに下お願いで十分だから、ロスも上に戻せるかな。ライブでルーテで、右のケンタウロスなんていうやつ、タルボス、こいつらはどうしようかな。上の増援を潰してからの方が良さげかな。ちょっと一旦広いステージに出てみようか。左上だといざという時処理に困るよなと思います。どうでしょう。まあ右が動かなければいいかな。というか左の増援そう動くの、相変わらずの 0%。 ギリアム劇場です。本日は足元の悪い中 お運びいただきありがとうございます。ギリアム劇場だ。技が上がるね。
これで不安な命中にも磨きがかかったことでしょう。若干ね、当たらないけど。さてと、当てて、オッケー。さあ頼れる兄貴になったな、リリアムも。さあそしてガーゴイルの増援はそう動いたか。だがまだ誰も射程に入ってないのか。それは逆に嫌だな。つらいなこの位置。ボスを上げて、せっかくだからユアンのご飯にする？ファイヤー、ごちそうさまー。さあユアン君、その見習いとしての伸びしろの多さを発揮してください。悪くはないけどな。でも守備ゼロか。守備ゼロは嫌だな。どうにかしてほしいところか。じゃあ鉄の槍だけ持たせておいて、あとは彼らにお任せしておこう。サレフを前に出して、ちょっとガーゴイル釣りたい。釣りたいけどどっちに来るのこれ。この位置は嫌だな。さてギリアム・ユアンのここの壁は次で終わるね。そして他のやつらは範囲に入らないと本当に全く動かないんだな。ちなみに手やり持ちは奥の一人だけか。鋼か。でも手槍のやつは鉄の槍が基本なんだな。射程7だったっけ。6か。6なら1、2、3、4、5、6で、ここ、このラインか。結構広いな。逃げ込むスペースとしてはどうだ。じゃあガーゴイル受けロスで、 あとはこっちか。1、2、3、4、5、6プラス2、ここまでか。ん？ 1、2、3、4、5、6、ここ。じゃあちょうどここのラインってことでいいのかな。今テティスを基準にして考えた位置かな。1、2、3、4、5、6だね。じゃあ今のテティスを基準にしたラインからみんな逃げるようにして。エイリークは槍で相手だからね、十分に気をつける必要があるでしょう。テティスを基準にしたラインだから一旦下げるか。で相手をしてもらうのは当然ロス君で、テオノかかな。いやーでも豊野は嫌だな。タガネにするか。これテティスの下は大丈夫なんだよね。でここも安心。ちょっと待って、テティスが逃げられるようにだけは気をつけないとダメだよな。うん、大丈夫だな。で、ナターシャとかどこ逃げればいいんだってなるな、これ。それは困るので。それは困るな。あー、でもこれ、そうか。ロスの右隣は問題ないんだな、こいつがいるけど。いや、動かないだろう。でも怖いな。万が一っていうのは万が一にも起こりうるから、万が一っていうからな。ゼロでないということを考えると不安は尽きない。まあ全く飛んでこない位置に動くのが安全かな。見習いくん意外と伸び悪いんだな。で今ギリエムを上に上げると逃げ場がなくなる可能性がキャラによってはありうるから、その辺は気をつけたいところ。
じゃあ、そうだな。フランツも槍持たせて待機してみようか。これで釣り出しに使えるのが2人になるはずで。で、ナターシャを踊って、ティティスとナターシャは下の方で逃げようか。増援も下はもう終わったことだし、下は安全でしょう。アスレイが微妙に減ってるし、ナターシャの回復でちょうどいいかな。さてと、ではあとは誰だ。サレフ上級職だから前に出せば多分狙ってこないと思う。その相見積もりで行こうか。これでどうだ。リリアムだけ、よし。さあガーゴイルの処理はこれでうまくいくと信じたいところ。必殺を食らわないっていうのはなかなか嬉しいところだよな。これ必殺 1% でもあると不安感が拭えなかったけど、しかしサルフ狙っちゃうんだな。もしかしてやっつけ負けを期待してるのか。いやーでもここでサレフがやっつけ負けで突然死んだら笑うけどな。さすがにないでしょう。そんなことね、想像起こりませんよね。ねえサレフさん、突然雲行き怪しくなったけど。いやーでも言うて 40%50% 程度のが3連続で当たるなんてそういうことはないと思いますよ。あぶねえことやってんじゃないよ。手槍の威力が低かったら負けてたぞサレフお前。しかも挙句に全部経験値持ってきやがったしな。なんだかなサレフさん、あんまいいとこなかったな。じゃあ最後この人を誰かで倒して増援は終了か。ユアンで倒せないかな。周りみんないっぱいいるし、失敗したらフォローをかければいいかな。さあ、ナターシャ。おお。なんかずっと育ててるとなんか、どんどん成長率が良くなってくような気がするのは気のせいなのか？まあ気のせいなんだろうけどな。こうして愛着が湧いていくわけだな。いいぞいいぞ。では、ユアンくん。これで。どっこいしょー。さあ、レベルアップ。魔力、速さ、守備。この辺は一番重要よ。魔力が伸びたね。なるべく褒めていくよ。さて、まあこれでもう順調に処理は終わったといったところか。あとはサルフさんがピンチだけど。まあ次、リライブでもかけとけば大丈夫でしょう。で、右のこの人は誰で釣ろっかな。速さ。7。フランツでは釣りたくないな。エイリークかな。釣り切りが来ないということはエイリークで釣りやすいということでもある。問題があるとしたら、こいつ、このタルボスに、釣りをかけたらガーゴイルが動くっていう可能性、それがちょっと嫌かなという気もするんだけど、まあそうなった時用のフォローはロスたちに任せておくとして、順調に前に出すぐらいでいいかな。でサルフさんは死にかけてるので今日はお休みしておいてください。これでお願いします。ああ一国の将軍というか、この軍のトップであるエイリーク、こんなか弱い女の子を普通に凶悪な斧使いの釣りに使うとか何事だって感じだかな。しかしガーゴイルは動かないのか。じゃあマミーをロスで釣ればちょうどいいかな。
エイリークで微妙に届かない。レピアは特攻出ない。鋼なら届かない。鉄でも届かない。自撃で倒せないのか。それはそれで嫌だな。こいつらは槍なのか。あ、でもこっちは剣か。エイリークで倒したい気もするし、他のでもいい気がする。そういう時あなたならどうする？フランツは狙うべき場面ではないかな。だいぶ弱いな。こいつはちょっと強めかな。いや、そうでもないな。ちょっと強い相手だったらね、経験値入りにくいやつに倒してもらうとかでもありだけど。まあエリークでいいんじゃない。さあ、久々の成長はいかにもエイリークといった感じなのかな。エイリークのいかにもってどういうことなのかわからんけど。じゃあマミーはこれで釣れるかな。で、ネイミーとコーマを前に出してガーゴイル処理を彼らにお願いする感じで、フォローはルーテたち、そして瀕死のサレフはナターシャで回復しようと思った。若干届かなさそうだぞ。さーて、リリアムの回復でちょうどライブが空になって、まあ届くね。じゃあティティスで踊って、サルフさんもね、なんかすごいピンチになっちゃってるから、リライブお願いしよう。よろしおすの。さあ、リライブぶっかけだ。28回復できんの？キルルルルーン。あー、さすがに届かないか。でもほぼほぼ回復、いい調子ですね。こんなもんかな。できることだったら削ったやつをユアンでどうにかするとかまでしたいけど、そこまでする余裕はないかな。こんなもんかな。よし、まあボスは動かないだろうけど、一応困らないようにはしておきたいところ。あれ、マミ動かないのか。それは嫌だな。いや、でもさすがに上のガーゴイルは釣られると思うんだ。それだけは期待しようか。お、道具屋。おー、なかなか魔導士に優しいものがいっぱいあるな。そしてお金がだいぶなくなってきたな。ちょっとちょくちょく無駄遣いしてるからな。じゃあ、社員1個と、ちょっと安めのライブと、あー、レストなくなったな。ちょっと待って。レスト買っといた方が良かったのかな。盗賊が持ってっちゃったんだよね。てかよく考えたらこいつ HP45 って結構やばいか。いやー、でもロス3人に囲まれてもやられないと思うんだけどな。いや、でも逆にネイミーを下に出す、前に出しすぎると、それはそれで敵の攻撃を受けてしまいそう感が上がるから、そこは要注意で。じゃあ、まあもうそろそろこっちボスの近くも釣っていいかな。問題は誰で釣るかだな。ん？そんな時役に立ちそうな人ここにいますよ、ギリアムさん。じゃあ、ギリアムさんを前に出して、ギリアムで釣れる位置まで来たら、上は釣るということでいいかな。フランツで倒してしまうとな、せっかくの経験値が。もったいないでしょうから。あ、でもこの位置ならどう？おお、ちょうどいけそうだ。じゃあ、ユアンに釣りはお願いするということで。行くぞーい。さあ、早速釣られてきたね。当たらん当たらん。食らうな。敵の低確率ってわりかし当たるよな。おお、しかしまあそれも
何回もというわけではない。そしてマミーをここまで来て動かないのはガーゴイルのせいなのか、よくわからんが、じゃあまあここは片方だけネイミーで潰して、もう片方はロスで倒そうか。さあレベルアップ。さあコウマを置いてきぼりにしてしまうのか。置いてかれそうだ。コウマじゃなくてネイミーの方かな。よし、このガーゴイルはそんな強くないな。ロスのたくましい上腕二頭筋になすすべなしといったところか。コウマでどう？結構痛いな。必殺が出ないと勝てないというのはちょっと怖いので。あ、支援来てる。おお、ついに来たか。うう、また泣いてるし。あ、どうした？今日のはなんか違うのか。コウマどこか痛むのか。うん、ひどいこと言われたのか。片身の手鏡をまた奪われたのか。違うよ。じゃあどうしたんだ。目にゴミが入っただけ。心配させんじゃねえよ。あ、取れた。コウマ、まったくまたか。お前な、人騒がせなんだよ。ごめんなさい。コウマはそんなに心配してくれて。何が嬉しいだ。まったくもうところ構わず泣くなよ。この大会に参加してきてたくさん思い出した。コウマが小さい頃にいじめられた私を助けてくれたことや、溺れそうになったところ、なかなか苦難な子供時代過ごしてんな。壊しちゃったおじいちゃんの弓を一緒に直してくれた。器用だな。コウマがいてくれたからちっとも悲しくなんてなかった。おじいちゃんが亡くなった時もずっと手を握ってきてくれたね。おお、コウマが大好きだよ。お前を泣かすような奴がいたら俺がぶっ飛ばしてやるからな。うっ。おお、お前のドジは一生治んねえだろうから一生俺についてこい。ずっとそばにいてやるから。ふえ、コウマ流しちまったな。これは今までの涙とは違うよ。お前を泣かせてもいいのは俺だけなんだぜ。イチャイチャしてんな。そしていい感じじゃねえかよ。おー、でも支援家で完全にくっついたな。なるほどね。まあこれは特別幼馴染っていう関係もありますからね。ある程度はそういうのもあったんでしょうが。というかこいつら全然動かねえ。もっと前出るべきか。もっと前に出るとかさ。じゃあこれでいっかな。でフォロー要員を前に出して、さあって行くか。さあリリアムに鋼の剣で太刀打ちできるなんて思っちゃいないだろうな。そしてリリアムは絶望的に遅いからちょうどよく追撃を出さないでいてくれる素晴らしいお方なのだ。ファイヤー。さあユアン君、次はどこかな。HP、魔力、速さ、守備、魔防、この5ピンでお願いします。はいどうぞ。そんな都合よくはいかないか。もうな、どうだろうな。最下給食とはいえある程度は伸びておいてほしいよなという気持ちはあるよね。さてネイミーコーマがもう出来上がってるんだけど、ここルーテで取ろうかね。このマミー動かないんだったらルーテで倒したいな。ちょっと今まで経験値入ってこなかった分をルーテで取り返したいな。そういう気持ちでいきましょうか。さあ敵もあと3体だし、ここはさささっと行ってしまおうか。にしてもこいつ動かねえのか。隣接して、あれでも斧の相手にこれなのか。だいぶ余裕あるな。そして斧なんだけどフランツが出せないんだよな。その辺辛いところだ。じゃあリリアムを攻撃せずに前へ。一応動けちゃうのか。まあ問題
ないでしょう。まあ動かないボスと見ていいと思うんだ。でこっちも動けるけどユアンに回り込むほどではない。よし、じゃあ削りながらこの2人はユアンのご飯ということでチクチクしていこっか。まあ他は削れそうなやつというか経験値もらいたいやつはそういないかな。お、速さ、HP、テディスもいいよ。さあここの、そこ兄弟支援が出るかもしれないね。そこにもちょっと期待しておこうか。しまったな、先にこっち狙っておくべきだったな。これはギリアムの反撃倒しちゃうかな、魔物。さすがに隣接してたら狙うよな。自ら死んでいくか、悲しい定めだな。さてと、ではハルベルト君は動かないね。おお、避ける、かっこいいね。さてと、ではルーテでこっち倒そっか。エルファイヤーならいけるか。じゃあマミーは動かないみたいだし、これでいってらっしゃい。ファイヤー、エルファイヤーのモーションもかっこいいな。おお、予想通りいっぱいもらえたね。さあレベルアップでいいとこ。うん、まあこれまでが良かったからね、こんなもんでしょう。まあどちらにしろあと5レベルで稼いでクラチェンすればもう十分3ぐらいになるんじゃないかな。さあラストはユアンで倒そっか。ただルーテは確実に使っていくとして、ユアンはどうなるんだろうな。育てるほどなのか。うわあ、守備さえ上がれば、守備さえ上がれば完璧だった。でもまあそんなこと言いながらギリアムさんとかもずっと使ってるし、みんなまんべんなく育てていこう。みんなに可能性を感じていく、そういうファイヤーエンブレムでやっていこうよ。ファイヤー、素晴らしいよ。さあ撃破で結構入るんじゃない。おお。さあこのレベルアップが君の運命を決めると言っても過言ではないよ。おお、まあまあかな。ハルベルトももらって、これは普通にもらって、よし到着か。なかなか長かったな。サルフ、サルフではないが、どうじゃ竜神様はご無事か。すまないオーバー、四方を探してが未だ手がかりはない。ああ、じゃあここの竜神っていうのがあのエブラムが連れてた幼女だったのかね。その者たちは何じゃ。私はヒーニラス、フレリアの王子だ。ゆえあって旅の途中ではここを通らせていただきたい。ふむ、わしら里の民や人の世には染まらぬ。わしらが敬うのは竜神様だけじゃ。この里に来たからには王子も奴隷も同じ。それでもいいのかね。いいだろう、承知した。お前さんがとは里の客人じゃ。怪我をしている者がいるようだね。この岩ごきを、岩ごき、ええ、治療に使えるの。寝床と食べ物も用意するよ。好きなだけ休んでおいき。いや、通らせてもらえればそれでいい。迷惑をかけるわけには。今にも倒れそうな顔をしてるではないか。高山病か。薬草茶を用意しておれ。わしのことはオーバーと呼んでくれ。里の者はみんなそう呼んでるでな。さあようやく一段落か。お尋ねしてもいいですか。友人様とは。教えて死んぜようぞ。人間を守ってくださるありがたいお方なのじゃ。古の時代、魔王がこの地に現れた。魔王、それは初耳だぞ。成績の伝説をあるのか。5つの成績の力で魔王を封じ、魔王にとどめを刺した英雄グラドは。そうじゃない。人間はすぐに友人様のご恩を忘れ、何もかも自分たちが成し遂げたかのように言う。大間違いじゃ。友人様が力をお貸しくださったからこそ魔王を封じることができたのじゃぞ。人間たちがその恩を忘れてからも、友人様は闇の樹海で魔王のむくろを見張り、湧き出した魔物が人間たちの世界へ出ぬよう防いでくれているのじゃ。へえ。ああ、
大変なこと一人やってるんだな、龍神様。物は知らぬが、それを分かっておるだけではいい。ですが、オーバー様、ここへ来る途中、私たちは魔物と遭遇しました。魔物が現れ始めている。これは一体どういうこと？南より現れた強調の聖者。空を黒く染める禍々しい気配。それを確かめるために龍神様は樹海を離れ南へ向かわれた。それがあの女の子か。名前忘れちゃったけど。龍神様をお守りしようと、おう、サルフが旅立ったと。戦いに巻き込まれて行方知れずになってしまった。サルフ何やっとんねんという感じもあるが、でも龍神様も一人で魔物退治してたならだいぶ強いんじゃないのか。あの禍々しい気配に飲み込まれてしまったのでは。龍神様が、飲み込まれたら大変なことになるだろうな。それはミルラもそんなことを言っていました。マムクートのことですか？マムクート？偉大なる龍神様に対して何たる無礼な。え、違うの？じゃあミルラ様をご存知なら話が、ああ、じゃあ、あの子のことではあるのか。そのミルラ様こそ我らの龍神様じゃ。そなたは龍神様を見たのかい？兄上と共にいます。なんと、そなたの兄は今どこにおる？このオーバー様、今にも飛び出してきそうだな。今、グラドと戦っています。ミルラも、彼女も一緒に。意地だ意地じゃ。直ちにグラドへ向かい、龍神様をお助けせねば。あら、どちらへ行かれますの？ジャハナを通るのは。あれ？これって、ジャハナへ向かってたんだっけ？じゃあ、どっちみちジャハナを通って、あれこれ行った後にグラドへ戻るってこと？今一人で動くより、私たちに同行した方が良いと思いますわよ。確かに。エリクとの龍神様をお守りするのが私の役目。おお、じゃあ、サルフは今後もついてくるという形で、次はジャハナってことでいいのかな？おお、ちゃんとお世話になったんだね。それでは龍神様の導き。ジャハナへ至る道はこちらだ。では、この里を通って、ジャハナへ向かうというわけだな。龍神様はもちろんじゃが、サルフを頼むぞ。愛想のない奴じゃが、あれでもわしのたった一人の孫でな。なるほどね。そういったオーバー様からも預かって、では、ミルラが重要なマムクーと龍神様ということも分かったところで、今回はここで終了かな。だいぶ長くなってしまった。はい。では、一旦区切ります。ありがとうございました。